田端義雄、田端義雄、田端義雄、1919年、大正8年1月1日から2013年、平成25年4月25日は、日本の歌手、ギタリスト。本名は、田端よしお、読み同じ。第二次世界大戦前から21世紀初頭まで、現役歌手として活躍した。愛称は、バタヤン。水平に構えて持つ。 アメリカのナショナルギター社製、エレキギターと異性の良い挨拶がトレードマークであ。三重県松阪市生まれ、3歳の時に父を亡くし、大正14年、1925年に一家と共に大阪に出て行く。小学校3年の半ばで中退。石品のため慢性的な栄養失調であった。トラコーマにかかり、徐々に右目の視力を失う。 13歳より、名古屋の薬屋や,やパン屋、鉄工所などで、デッチ暴行。その間に見た、リックミネのギターを持ちながら歌うステージに感動し、自ら音の出ないギターを作っては、河原で歌い、次第に流行歌の世界に傾倒していく、ベニヤ板の板切れで作った音の出ないギターを、ギターと呼んでいたという。昭和13年、1938年、 ポリドールレコードの新人歌手、北レンタロウの宣伝のため、伊豆の故郷を課題曲とした新愛知新聞社主催のアマチュア歌謡コンクールに出場することを姉から勧められ、優勝する。ポリドールの勧めで上京し、鈴木育三郎社長宅の書生となる。その時に知り合った、同じ鈴木宅の書生が、オースと挨拶することにヒントを得て、後にステージに出演する際に、 羽ば義雄のトレードマークとも言うべき威勢のいい挨拶が生まれている。昭和14年1939年、同じく新進作曲家の倉若春夫の手による島の船歌でデビュー。当時は同じ会社の先輩に習ってメガネをかけ、いがぐり頭の新人歌手として登場している。デビュー曲が当時レコード販売会社の組合で制定していた倉も。 クラブ賞を受賞するという快挙にまれ、その後も、里子一峠、長津義寺作曲、大戸根月を、別れ船、梅と兵隊とヒットを続け、同じ会社のスター生二太郎、上原里氏と並ぶヒット歌手の地位を築いたのである。昭和16年、1941年、日本橋君、坂らと共に、中国大陸に、戦地遺門にも赴くが、 その後は主に国内の軍事工場や基地を中心に終戦まで異問活動を続けた。終戦後、レコード販売を止めていたポリドールを辞し、昭和21年、1946年に定築に移籍。累計180万枚を売り上げた帰り船のヒットを出す。戦前の流れを組むマドロスで人気を博し、い頼り長津治作曲。 限界ブルースと昭和20年代を代表するスター歌手として、岡春を大見都シローラと共に戦後サンバガラスと呼ばれた。スクリーンにおける活躍は早く、昭和15年、1940年に、小竹映画、ヤジキタ64周歌クリンゲに、旅人役として出演したのを皮切りに、戦後は大英映画、宿女とサーカス、肉体の門、新東法映画、 そこ抜け青春温度、アジャパー天国など、喜劇映画を中心に多くの出演作品を残している。1960年、山口組組長、田岡和夫,夫らとの会食中、店に偶然居合わせた名優会構成員にその場で歌うことを要求され、これに橋を発して山口組組員と名優会構成員との殴り合いが起き、両組織の全面構想に発展する名優会事件。 殴り合いは、田畑と田岡の面前で行われたが、両者が直接殴り合いに加わってはいない。この頃は、暴力団関係者と芸能人の付き合いは、問題とされておらず、制作や工業を仕切る、暴力団関係者との関わりなしでの芸能活動は、困難な時代であった。昭和30年頃からはヒットが出ずに、低迷の時期が続いた。昭和37年、1962年、 ポリドールから13年前に、ナミヘアキオの歌で発売されたもののア美大島のみで歌い続けられていた、島育ち、有川国作詞、三回、ミノル作曲を、会社の反対を押し切ってレコーディング。田端の地道な活動が功を奏し、島育ちは40万枚を超える、大ヒット。カムバックを果たし、昭和38年、1963年には、 NHK 紅白歌合戦に初出場した。新曲を出し続けることが現役歌手の証と、その後も精力的に歌手活動を続け、19の春、昭和三大域、100年の愛と平成になってからも新曲を出し続けた。一方、公演に訪れたアメリカラスベガスのスロットで大金を掴むという話題も振りまいた。平成元年、 1989年には、君四頭髄法章を受章。平成7年、1995年には、林紗尾に代わり、日本歌手協会の5代目会長に就任。平成16年、2004年からは名誉会長の座にあった。平成9年、1997年には、ロックバンドソウルフラワーユニオンの、別道鎮魂楽団ソウルフラワーモノのケサミットと、 宮崎県の高千穂で、ジョイントコンサートを行っていい。平成13年、2001年12月には、ビギンの日カ栄章が作詞、作曲して、田端に提供した、旅の終わりに聴く歌は、を、発表、島唄2から、シングルカットされた、涙早々のカップリングとして。平成十九年、二千七年には、九百八十年代までの、レコーディングマスターや、 未発表曲を元にしたアルバムが、ジェムより発売。手書きの歌詞カードなど田端の思い入れの込められた作品で現役ぶりをアピールした。かねてより、90歳までは歌うと公言しており、平成21年、2009年の元旦、田端の満90歳の誕生日に、歌手生活70周年を兼ねた記念アルバムが、定畜より発売。語り下ろしメッセージを収録し、 健在であることを示した。平成25年、2013年4月25日、肺炎のため、東京都内の病院で死去。生前にレコーディングした楽曲の総数は、約1200曲に達した。没後に2013年度に本作詞大賞、テレビ東京特別賞と、第55回日本レコード大賞特別功労賞が、贈られた。解明は、 随神因果竹吉本大工事、随神因果が釘放題小児。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。